忍びは従うことしか学んでいない。今も誰かの命令を待っているのだろう。忍びにとって自由は地獄だよ。私を使ってください。誰も命令してくれないのは私が使えない半端者だから。なんだよさっきから半端者って。私の目と髪が半分黒いのは闇から逃げたからです。風魔の目と髪は元から白いわけじゃない。人の子と同じ黒目黒髪で生まれてくる。幼い頃から毎夜殺人兵法を教えられ、最後の仕上げに心を殺す術をかけられる。大切な人を殺し箱に詰められ闇にさらされる。何日も何日も気が狂う。そして闇を宿して初めて風魔になる。けれど私は耐えきれずに逃げ出した。私は風魔にも人にもなれない。噂で一族が滅んだと聞いた時、仇を討てば許されるような気がしたんです。だから復讐を。一人当てもなく生きるのが怖い。私は何をすればいいのですか。何のために生きればいいのですか。従わなくていいんだ。あんたは自分のこと半端者だって言うけど、俺だって同じだ。ずっとあがいてる。似てるよ俺たち。誰だって悩んで苦しんでそれでも生きているんだ。また笑えるって期待してるから。失望するにはまだ早い。俺は自分の人生を嘆くほどまだちゃんと生きていない。一緒にぼちぼち成長していこう。帰るぞ怪我人。乗れよ。あいにくうちは忍びを必要としてないんだ。でも神社の手伝い人なら募集中だ。三食宿付き。やることないなら助けてくれるとありがたい。けど早く。足がしびれる。怖がってる暇なんてねえからな。お前の人生まだ期待してろ。